それに俺がいただろ。そりゃそうだけど、とにかくお前が一人でそこまでやれるのなら、もうお前は俺と行動する必要なんかねえってことだ。どういうことだよ。コンビ解散だ。え？じゃあな。冠城、おい、無視はねえだろ。別に用事ねえしよ。そんな言い方ねえだろ。俺が何したって言うんだよ。思うことあんならはっきり言えよ。俺の中で消化しきれねえんだ。何をだよ。お前が人騙してネタ取ってきたってのが。だからそれは仕事だからな。そうだよ。そんなん前にだってやったじゃん。脱税した政治家の秘書から話聞くために身分偽って。あん時は黒って分かってたし、それに俺がいただろ。そりゃそうだけど、とにかくお前が一人でそこまでやれるのなら、もうお前は俺と行動する必要なんかねえってことだ。どういうことだよ。コンビ解散だ。え？じゃあな。なんだよ。なんなんだよ急に。意味わかんねえよ。だって俺たちすげえうまくいってて、スクープバンバン取って、一緒に住もうなんて話もしてて、なのになんでこうなるんだよ。ふざけんなよ。なんだよ、あいつと揉めたのか。揉めてはない。ただあいつがもう俺とは仕事したくないみたいで。何？言ってみろよ。こんな一方通行初めてなんだよ。お前のことだから余計なこと言って怒らせたんだろう。違うんだよマサヤ。あいつは怒ってないんだ。ただ冷めてる。昔みたいに。昔みたいに？なんちゅう顔してんだよ。だったらさ、前みたいに接すればまた変わってくるんじゃないの？そうなのかな。うん、基本に戻ってみろよ。あいつは俺に興味ない頃だってちゃんと本音で話してくれたんだ。お前、俺に言いたいことあるだろ。ねえよ。じゃあなんでそんな顔するんだよ。お前は早く班変えてもらった方がいい。俺みたいに麻痺する前にな。何かあったら助けに行くから。で俺がいつの間にかあいつを好きになって、あいつも好きって言ってくれて。お前はちゃんと優しい。好きなんだよ。そもそもあいつってなんでお前が好きになったんだろうな。なんでって、お前が嘘つかねえからだ。俺が嘘をつかないからだって言ってた。うん。佐藤君、記者だったの？はい。信じてたのに。デスクもよくこんな詐欺まがいのことお前一人にやらせたな。お前にできて俺にできないわけねえだろ。現にうまくやったし。そうか、そうだったんだ。嘘ついてネタ取って、そんでいい気になるやつなんて、あいつが一番嫌いな人間じゃん。元に戻ったんじゃない。あいつは今ちゃんと俺を知った上で嫌いになったんだ。自分が正しいことをしたとは思ってない。でもあいつに少しでも喜んでもらえたらいいなって思っただけなんだ。